楽しげによるサティスファクトリー実況パート19やっていきたいと思います。前回のアップからねめちゃくちゃ時間が経っちゃってまして、お待ちいただいていた方々すみませんでした。お待ちいただきありがとうございます。ですね、ここにいるのは今楽しげ製作所第二工場というですね鉄系を主に作っている工場に来ております。で、前回はですねちょっと違うことをやってたんですけれども、私がですね休んでいる間、ちょっと休んでいたのには理由がいろいろあるんですが、休んでいた間大型のアップデートが来ました。で、それの代表格がですね、ティア6にあるこれですね、モノレール列車技術というやつです。で、これ列車が作れるらしいです。で、輸送用の列車なんですって。で、私これ全然まだ分かってないことだらけなんですけれども、これねティア6中の技術でこれが作れるので、今回もこれ作ってっちゃおうかなと思ってます。で、ちょっと列車に乗って遊んでいこうと思ってます。で、それとは別にですね、もう一つティア7という新しい要素が来ました。ティア7はね、起動エレベーターを設置しないといけないんですけど、起動エレベーター今サボってて作ってないんですね。なんで、ここティア7が本当はあるんですけれども、これはね次回以降に開放していきたいと思います。原子力発電とかなんですよね。あとはねアルミニウムとかが追加されたりね、いろいろ本当にね新しい素材が出てきてね結構大変になってくるんですよ。また新しく生産ラインを組み直さないといけないところとか出てきそうで、ちょっとそれもやっていきたいなと思ってます。まだまだ遊べる要素あるなって感じですね。あとはやっぱアーリーアクセスのゲームなんでね、どんどん新しい要素来ちゃって変わっていくなっていう感じがします。ちょっと素材足んないんで、第5工場にですねヘビ文字を第5工場行きます。第5工場の場所すら忘れてるわ。どこだっけかな。ビーコンを頼りにね、あったはい、着きました。第5工場ですね。このカオスな第5工場ではですね、この工場でヘビ文字のラインはどれだ。いや、こうやって適当にカオスな工場にすると分かりにくくてしょうがないですね。これはローターってことは、これモーターか。ヘビ文字はどこだ自分で作った工場分かんなくなっちゃってんじゃん。はい、ありました。これ150個って書いてあったな。もうちょい待ってこう。よいしょ。では来ましたので、ティア解放していきましょう。ティア6のモノレールね。はい、これでまずはヘビマモジュフレーム150、コンピューターこんなにいらなかったな。100、モーター200。はい、ではレッツゴー。初見なんですよ、モノレール。A new set of buildings and vehicles needed for long-range transportation has been made available. はい。長い距離の荷物を運ぶ乗り物が建てられるようになりましたと。はい。では、これですね。さあ、何が必要なのかとかも全然見てません。車両ですね。これ、来た。ほう、ヘビ文字と、うわ、すげえコストかかんな。でもこれ機関車だから、これは1個ありゃいいのか。で、貨物車、ヘビ文字なんだ、基本が。駅。で、これが貨物を乗せたり下ろしたりするやつですね。フライトプラットフォーム、これとこれ何が違うんだろう。これは、あれよ、わかった。これで電車を止めることができると。で、このフライトプラットフォームの方は、カーゴを、荷物をつまり、下ろしたり積んだりとか、そういうことができるっていうことであってるのかな。エンプティープラットフォーム、なんじゃ分かんなくなってきたぞ。空を作るときに必要となる、これなんだろうな。レイルウェイ、これですね。おなるほど、ここへ来て横領って書いてあるな。これ今までもう役割なかったんだけど、ここで役割が出てきたのか。ということで、ちょっと見ていきましょう。ちょっとテストしましょう。テスト、どういうものなのかっていうのを私は理解していないので、
これを理解した後、ちゃんと路線を組んでいきたいなと。これ何なの？遺産？あー、これあれか。クイックワイヤーをここに保存してあんのか。じゃあ、わからないなりに、まずは、わからないなりに駅が必要なのはわかる。こっちに行くってなってるな。循環させた方がいいのかな。でかっ！めちゃでかっ！超広い土地必要じゃないですか。マジかよ、これ超でけえな、おい。スコエブデシー。あー、なんか、あれだな、完全に、北欧系の言葉って感じする。貨物駅。楽しげ。で、テスト、ステーションかな。ワントン。はい。タイムテーブル？マジ？すげえ。ちょっとこの感覚をつかみましょう、まず。で、フライトターミナル。ふむ。2個ぐらい作ります？全然わかってねえけど。おろし、積む。うん、積ませようか。でかっ！この上を走るの？で、こっちに行くってこと？で、テストターミナルもう一個。テストターミナルじゃない。テストステーションをもう一個作んないとね。で、貨物駅。おやおやー。なるほど。うわー。ドーデレ、レヒトセントラル。ステーション2。これで行きましょう。フライトターミナルにも必要。それは必要ない。OK。貨物駅には必要ないと。はい。そんでもって、あそこにちょうど電気ありますね。じゃあ、ここから引っ張っていきましょう。で、これで電気は通りました。で、線路をつなげましょう。ふむ。とりあえずこれでいいわけだよね。おー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 、すごいね。これって上に上げるのとかってページアップとかできる？あー、なんか障害物さえあれば上に上げることもできるんだ。なんか自然に上に上げるのはなんかコツがいりそうなの。おーっと、石があるな。ちょっとくねくねさせてみましょうか。ちょっと待ってね。なんかさ、あとね、台も追加されてる気がするんだよな。土台、あ、やっぱり1メーター追加されてるわ。とりあえず、なんかこう台とかで段差つけられるかのテストもしたい。段差のテストしたいですね。どういう角度だったらいけるのかとかね。うわ、なんか、今、なんか見ている方には申し訳ないですけど、懐かしい気持ちになってきて。そういや、これサティスこんなゲームだったなみたいな。もう本当に1ヶ月以上触ってなかったんで。一回だけね、起動はさせたんですよ。起動はさせたけどね、めちゃくちゃ忙しくてね、今全然できてなくてね、ゲームが。はい、これで、結構あれだな、繊細っていうか、割と無茶な角度はできないですね。当たり前ですけどね。で、こうやって浮かすことができるわけですね、土台を一回作れば。そうすりゃ、あとは、この土台を削除して、こうやってやると、浮かしたりとかできます。ちょっとスロープがきついですよ、って言ってね。これもきついのか。あんまりガクーンって曲げらんないんだね。なんとなく、感覚はつかんできました。コンベアのような融通の吹き方はしないね。はい、OK。これでとりあえず、環状線にしました。じゃあ、お待ちかね。まず、電気機関車。わお。わお。かっこいい。逆じゃねえか、これ。わかった。こうだ。はい、できた。はい。
おお。で、貨物列車、貨物車ですね。来た。一応できましたよ。運転ができる。うお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 お。かっけえ、かっけえ。あ、いいね。あ、ついちゃった。あ、でもスルーしたよ。どういうこと、どういうこと、何で止まるの。かっけえ。速度もっと全然上げられますね。今80、91、あれ、あん、シュンって止まりましたけど、なに引っかかった、どういうことですか。あ、これ繋がってねえや。ブレーキ繋がってねえや、これ。わー、びっくりした。すごかったですね。音も超かっこよかった。いや、これはロマンですね。逆に言うとロマン以外の何物でもなくて、輸送は今までのあのトラックとかね、結構済んじゃってるんで。かっこいいな。ブレーキ来た。かっこいいね、これ。何キロまで出るかやってみようか。これってさ、どうやったら止まるんだろう。止めることができるのかな。100キロぐらい出てますね。110キロ出ました。なんか脱線しそうでちょっと怖いですね。まあ大体120弱ぐらい出ますかね。100キロから120キロぐらい。うん。今ちょっとあの W キー押しっぱなしでやってるんですけど、そんな感じですね。はい。わー、すごいな、これ。おっと。全く止まんなくなっちゃったぞ。で、これ止めるにはどうすればいいかというと、ここのなんか設定をするんだろうな。ふむ、来ました。タイムテーブル、ロコモーティブ、タイムテーブル、プラス、テストステーション1。なんだ?で、テストステーション2にすればいいのかな?あれ?はい。集中名。テストトレイン。これでどう?これを閉じるとアプライザーチェンジって書いてあるんで、止まってくれるんじゃなんか、あれ、スルーされましたけれども、君どうなっとるんじゃい。止まれる速度なのかな、必要なのは。それとも一回止めればよかったのか。はい、来ましたよ。あー、止まってくれた。止まった。これで荷物の出し入れをしてくれます。ああ、貨物乗れる。面白い。これで旅できますね。で、楽しげテストステーション2にも止まってくれます。で、これ貨物車をいくらでも増やすことができるみたいなんですよ。いくらでも上限はあるのかな。でもこれとりあえず1個で設置してますけど、1個以上にできるみたいですね。で、どうなる。おや、来た。これ完了するまで止まってくれるのかな。おーおーおお、かっこいいね、かっこいいね。おお、こんなコンテナのグラフィックになるんだ。めちゃくちゃかっこいいね。かっこいい。めちゃめちゃロマンあふれる。いいね。かっこいい。いいね。走り出した。チューチュートレイン。で、ここで降ろす設定ね。はい。OK。うん。積み荷は、降ろしたり積んだりしている間は止まっていてくれるね。だから、車、自動車みたいに、なんかこう自動で手動で時間調整をしなきゃいけないみたいな、そういうことはないんですね。これで下ろします。音がめちゃくちゃリアル。はい、自動のあれですね、ガントリークレーンって感じですね。来た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 。 OK、 初の列車による荷物輸送が成功しました。オッケー。めっちゃ楽しい、これ。
めっちゃ楽しい。あとはちょっと試したいことがあって、分岐ですね。分岐はできるのかっていう感じ。なんかね、できるみたいっていうのを聞いてます。あ、やっぱりできるねこれ。で、同じ線路に鉄道を走らせて、で、あ、ちょっと角度によってはできないのか。角度によってはできないと。で、同じ線に鉄道を走らせて途中から分岐させるみたいな、そういった運用ができるみたいですね。だから複数線が走る貨物線とかができると。OK、 ほぼ理解しました。で、これから彼を動かすにあたって、別に荷物を運ぼうっていうのはね、あんまないんですよ。で、備えるとしたら核燃料なんだよね。よし、今だいぶカットをしたと思うんですけれども、何をしていたかというとですね、ですね、これマップを見ていただければと思いますが、この世界各所にレーダータワーを設置してきました。この白いアイコンがね、レーダータワーなんですよ。で、今まで行ってなかったところをですね、明らかにしていったんですね。で、前回置いたのがここのラクシゲファーストタワーで、もう一つレーダーを置いてって、よしよし、結構見えるようになったなーってことなんですけれども、せっかくだったら全部見たいなーってことで、この上側にもね、これね、バンバがレーダータワーを設置して、このまあ島っていうか、この星がですね、どういうマップになってるのかっていうのをとりあえず陸地はね、明らかにしていったと。で、もう一つね、この下の方、ここなんかね、ちょっとまだあるっぽいんだけれども、今ここにレーダータワーを設置して、これまだスキャン中なんですよ。で、このスキャンがね、100% になれば、時間経てばね、ここら辺の範囲も全部見れるようになるかなと思ってます。で、これで見れるようになって何をしようかっていうとね、鉄道路線どうやって引こうかなっていうのをね、考えることができるわけですよ。さながら A 列車やシティスカのようになってきました。街づくりみたいになってきましたね。で、今ね、こういうマップを開いて、よいしょ。ここで固定しましょうか。で、何があるかっていうと、これもう縮尺がね、結構これ大雑把なんですけど、ここが今ね、第二工場っていうところですね。最初のハブのところです。で、ここら辺に、あ、違う、これがね、第五工場ね、前々回ぐらいに作ったところ。で、こっちがね、石油系の第四工場、スチール工場はこの辺にあります。で、やっぱりね、この第四、第五、そしてこの第二工場の移動がね、めちゃくちゃめんどくさいんですよ。とりあえずこれは絶対に引きたいなと思ってて、貨物の輸送だけではなくて、人の移動もできるような列車になればいいかなと思ってます。で、貨物の輸送どうなるかっていうのはちょっと考えどころなんですけれども、まあ、その後はね、どんどんやっていきたいなっていうのは思ってます。なので、ここはもう決まり。で、その後どう延伸していくかっていうのを考えたんですけれども、あのね、この辺りがね、これね、濃い色の土地っていうのが海抜が低いところで、この白くなってるところは海抜が高いところなんですね。で、ここら辺がね、砂漠地帯で海抜がね、ぐんと低いんですよ。で、結構平らな土地があって、すごい見晴らしがいいんですね。だから次の工場とか作るんだったら、ここがね、めちゃくちゃ余ってるなーって思ってるんですね。で、この西側もね、結構広いところがあって、ここら辺ゴツゴツしてるんですけれども、この辺もね、工場建てられるなと。ということで、まあ、この島っていうか星をね、こう一周する環状線とかね、作ってみたいなみたいな壮大な計画がね、私の中でムクムクと立ち上がってまして、こうやってね、円形にするっていうのはね、すげえいいかなーって今ちょっと思ってるんですよ。これをね、このラクシゲ製作所でね、やっていって、この移動する列車、しかも上り下り、上りっていうかあれか、外回り内回りとか作れたらなみたいな妄想とかもしてます。結構素材も時間もかかるなっていう感じなんですけれども、やっていけたらと思っています。ということでね、まずは今日のところはどこまでやれるかちょっとわかんないんですけれども、ここだね。じゃあ早速、ここが今第2工場、ここが第5工場、ここが第4工場、ここつなげられるかな、全部ちょっと頑張ってみたいと思います。やっていきたい。ではやっていきます。できました。皆さんにとっては一瞬でカットってなってたと思うんですけど、私にとってはね、 4,5 時間ぐらい作業してるんですよ。プラスこのレーダー合わせてね、これ合わせたらもっと多分ね、ほんと8時間ぐらいかかってんじゃねえかっていうくらいね。すげえ大変。
その間にこうサティスファクトリーの動画まだですかみたいな催促がいっぱいあったりとかしてねまあそんなことはともかくね、線路引いてきました。これで見てちょっと分かりづらいんですけれども、ここにハブがあって、ここが第2工場です。でこの第2工場があって、ここ、こっちが第5工場ね。でプラスこの第4工場、この3箇所を一旦こうやってつなげて、でね、外回りと内回りっていうのを作ったんです。一応この、なんでしょうね、拡張をどんどんするから、ちょっとうにゃうにゃってなってるんですけど、まあ、でここ第2工場が終着駅なんですけど、これループにしてですね、終着駅ループ線にしてます。で、衝突とかがないようにねしてるんですね。で分岐とかも全然作ってはいないんで、こういう感じでね、途中ねどっか乗り換え駅とか、乗り換え駅っていうか、なんかこう2線が乗り入れる駅とか作れたらなぐらいに思ってるんですけれども、とりあえずねできました。でこれ結構な最短ルートだとは思うんですが、まあ途中うにゃうにゃはしてます。あんまりうまく引けなくてね、結構この線路の使用がね難しいということで、この電気機関車をまずバシッと、で一応貨物駅も作ったんですけど、貨物駅はねまあいいかなと、とりあえず何も荷下ろしとかはしないです。で駅名ね、この日本語で書きたかったんだけど、この駅表示がね日本語対応してなくて、第2工場のこれインナーっていうのが内回りね、アウターっていうのが外回り、セカンドファクトリーステーションインナーって書いてあるんですけど、これ第2工場かっこ内回り駅っていうことですね。まずは走らせます。ようやくだ。あ、夜になっちゃう。行くよ、 GO。 うわー、走り出したぞー、やったー、かっこいい。第2工場を出発しました。そしてこれ結構な降下をしております。で土台ってのは取ってるんでね、あんまりもうなんだろう、現実的ではないんだけれども、この上をどんどん天空を走っていく。いやー、かっこいい。これかっこやった、すごい速い。もうそろそろ第5工場に着く。でブレーキをかけます。止まれるかな止まれないんじゃない、これ止まれないんじゃない、止まれなかったねもうすっ飛ばしちゃおう。じゃあ第4工場行きます。第4工場もねずっと天空を通ってきて、もう見えてます。あそこ、うわー、夜になっちゃって見にくい。ちょっとうねうねはしてるけれども、速度ちょっと出しますよ。でもね早めにブレーキかけないとね、これブレーキかけましょうブレーキかけよう。やばい、止まんないかも、また吹っ飛んじゃうかも。いや、ブレーキ全然かからんな、やばいっすね、ブレーキかからんっすね。おお、ここのループが結構難所だな。あ、こんな速度で行かないとダメなのかな、どうしたらいいんだろうこれ。はい、ここが第4工場の外回り駅です。これ止まってくれるかな。おー、駅がかっこいい。はい、止まってくんないね、止まってくんないね。どうやったら止まってくれるんだろう、いまだに止め方がわからん。やばい、夜になっちゃう。見えない、全く止まってくれません。さあ速度、じゃあ逆にもう速度を出しまくりましょうか。どこまで速度が出るんだこいつはと。だいたい124キロ、6キロ、脱線しないよね、怖い。130キロまで出ました。140キロ出ました。140キロ台がマックスか。うわー、すげえ、こわ、脱線しそう。この辺150キロがマックスですね。なるほど、移動はこいつがその工場にいさえすればめちゃくちゃ楽っすね。で貨物を自動で運んでくれるものなんだけれども、今は貨物は運んでないです。全然止まってくんないね。ちょっとこれ勉強してきます、どういう条件で止まるのか。
く止まらんね。暴走機関車みたいになっちゃってるね。さっきテストでやってるはずなんだけどな。さっきテストでっていうのはあのテスト戦でやってるんだけどな。どうして止まってくれないんだろう。第二工場の島で、あー止まった、やっと止まったよ、やっと止まった。じゃあこれに乗っていきましょう。もうほぼ自動運転になって、まだ、あー待って待って、自分でやったら止まんないのかな。おー速度上がってんね。いやめちゃくちゃいい。あ、自分で運転してたら止まんないのか。任せてたらちゃんと止まるんだ。いや、ちゃんと最高速になってくれますね。で、ブレーキもちゃんと踏んでくれて、適切な位置で。で、止まるような速度に調整してくれるんですね。これはいい。めちゃくちゃいい。第5工場。着きました。第4工場でございます。こうして移動が簡単な、楽にできるようになりました。素晴らしいね、これ。めちゃめちゃかっこいいね。はい、終着駅第4ステーション、ここ内回り駅でございます。いいねー、最高。よいしょ、これ引かれないんだよね、透明になると。ここら辺がねちょっとね、うーんって感じなんだけど。で、次アウターだから外回り駅に止まって、一旦ここで停車をすることになる。で、第2工場に戻るのか。次、第5工場ですね。はい。という感じで、今回はこれにて終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。ようやく、電車がね、やってきたんで。これで壮大な旅に出れる予定。あれ？あ、これあれか。自分が乗り込むと自動運転モードがキャンセルされちゃうから、こういう感じになっちゃうんだ。あれありゃ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 、下がっちゃいました。残念。ありがとうございました。ここでお別れでございます。